せーのレイブシこんにちはこんにちはこの番組は恋愛作家の店長とギジレアの先生とさらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします最後までお付き合いくださいでちょっとまあ冒頭フリートークで今日はえっとちょっといろいろと喋りたいことがあるんでフリートークの部分をちょっと大きくするんですけど先週のですねえっと土曜日 FM 小座さんで 夜の22時から23時の間にやっている番組「たまきパーティー2019」っていう番組にですね、はい、我々の方ゲスト出演してきました、はいまあ、ヒロイン石坂さんと、まあ、我々2人で 2>、うん、まあ3名で行ってきたんですけど、はい、ま早速なんですけどその感想を、はい はい、お述べてもらっていいですか？あ、俺ですか？はいはいもち,ろんもちろん。先生からですか？はいもちろん。俺から語ると、ね。<laughs> 今まさかの展開だったら、ね <laughs>。言うことないとかね、あの店長が言った通りですとかって逃げられたらと思って。<laughs> これタマスコティーでやったやつだな。<laughs> <laughs> そっちから感想を言て、俺はそれに補足するぐらいがね、いい感じかなと思って。あ、まあ感想を。を、うん、でもやっぱはあのあれですよね。初めてズク氏で生放送もそうだし、こうやってゲストで呼んでもらったのも初めてだし。 うん、いろいろ緊張して。 あれだったんでもあれだね <laughs> <うん S 1> 一番刺激になったなんかツイキャスが面白かったなと思ってそうだねもうこのなんていうのかな番組終わっての感想っていうよりその時その時の喋ってる感じがみんなもう反応してくれてそれ面白いなっていうのがすごく印象的ですね。そこれをこれの感じはねちょっとね今後恋愛,恋愛節も取り入れていってでツイキャスとなんかあの口喧嘩してるみたいな過 <laughs> 程も何か繰り広げていきたいなって。<laughs> てるみたいな。<laughs> あの <laughs> ツイッターの炎上ガルさん <laughs> あの中でなんか芸人が喧嘩してるのガルさんね <laughs>、まあ。あんな程度あの <laughs> 俺らの番組はできればなっていう。喧嘩で三十分終わる。あれコーナーはみたいなね <laughs>。そういう感じでやっていきたいなと思って <laughs>。あもうとってもなんか、うん、あのー、素晴らしい時間で。うん、まあなんかコールさんのあのー、MC のこの進め具合もまあ。 近いうちに我々の方もスペシャルやるんであの感じもとっても自分個人的に参考になったんじゃないですか勉強になったなと思ってやっぱり上手でしたねやっぱ上手でしたね俺らみたいに棒読みじゃなかったねでもまあ俺らぐらいじゃないかどの番組でも棒読みあんまりいないよねでまあんかそれも含めて今回経験させていただいたんでで 次来るのが10月の25日に我々恋愛武士のスペシャル番組をえっと実際今もうやるっていうふうに方針が決定しました。はい、で,、えーっとですね、実際まあ放送はいつもは収録なんですけど、うん、まあ今回はえっと生放送版の収録みたいな <laughs> まあ追挙数の反応も拾えるような感じで。うん で金曜日のそういったややこしいややこしいな収録です収録でいいよ収収録違う生生放送で収録して後日放送だよねそうそうそうでそれのツイキャスをできるような感じなんでそうですね収録状況はツイキャスでそうそうそうで二十五日のえっと今二十一時まあ九時ですね夜の九時から一時間の収録時間を考えていてはい でまあ、今この「恋愛物資」を聞いているリスナーさんは、はい、この時間帯は。 何もあの約束事しないでください我々の番組ぜひ聞いてください <laughs> 土曜日の夜でみんな忙しいはずだけどね <laughs>、はいあのー、たまきパーティーよりかも面白いぜっていうのをまたここで披露していこうかなって,ってみんなお酒も飲みに行かないでお家でちゃんと聞いてくださいそうもうねお母さんの家族サービスとかねいろいろあるでしょ家にいる理由がねちゃんとねそこらんをちょっとやってもらえればなって思うんすけど、はい ちょっとあのあれですねオープニングちょっと喋りすぎた意外と喋りすぎた一応意外と面白かったからね面白かったあの本当にちょっとまね刺激的になってあれは本当に勉強になりましたであの小原さんが一応まあこれを機にまあ1か月1回は定例でやっていこうねっていうのもあってそれがちょっと本当かなどうかなっていうのはまだ半信半疑な部分があるんですけどここら辺ちょっとね遠回しに小原さんが聞いてれば。 <laughs> そこら辺もちょっと検討してもらえるのかなっていうねどうなんでしょうかっていうあえて喋ってみました <laughs> はい、はい、じゃあ、まあ、あのいつもの恋愛 FC に戻していきましょうね <laughs>、はい、はい。番組の紹介していきますお願いします、はいえー、この番組は毎週土曜の4時半から5時までの30分番組です実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください 番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし、ね、久しぶりになりましたね。久しぶりに聞いたような感じがするよ。ちょっとわからなくなるよで。皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思います。はい、もし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます。 笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので皆さんからはたくさんのメッセージをお持ちしておりますメッセージないよ <laughs>、えー、メールアドレスは <laughs> 心の声が燃えてるよごごめんごめん、ね、ごめん,ごめん<笑><笑>ちょっと調子乗ってるね <laughs> 失礼しました <laughs>、えー、メールアドレスは797「@FMGINOWAN.com」まで送ってちょうだいそれでは CM でーすゲ軽自動車の時代 新型ソリオか。長浜モーターイノワン中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーターレイブシあ、恋したい店長、いいラジオ番組がありますよどんな番組かな <laughs> 陽気なおじさん二人が 恋愛観を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ全然伝われねえな <laughs> 恋愛節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いてー ギノアンヒルズ通り究デイゴ通りにはいろんなお店がショッピング、カフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しいギノ乃湾の楽しみ方がきっと見つかるギノ乃湾ヒルズ通り四天グ宮から伊佐交差点へとつながる坂道ギノ乃湾ヒルズ通りに遊びに来てね続いてはメインコーナー恋の妄想。 えー、このコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々2人がお題に対して答えていきますその後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーですただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります はいどの感じで来ても「はい」だな <laughs> 玉置パーティーで刺激受けなかったのそっちはあまいやこわるちゃんが「いつも通りで」って言うからちゃんと「はい」って言ったある <laughs> なのでたくさんのラブメールの送信をお待ちしております。 でラブメールの書き方なんですけど、一応毎回あの、説明してるんですけど。まあ、なん、あ、なんかざっくり言えば、丸三角がバツを書いてから、送ってぐらいの感じなんですよね。はい。で、そのニュアンスは、あれなんですよ。石坂さん、すみません。じゃ、いつも通り、お、嬉しいですか。えっと、丸の評価。キュンキュンする、三角の評価。まあ、悪くないかな。バツの評価。だめ。ありがとうございます。一応こんな感じなんですよね。ニュアンスは。ありがとうござい。ますそ でなんかねあのよくつけてもらえるだけでいいんだけどなっていうまでもなんかこのメールが来なくても前回のま小原さんのこのたまきパーティーでツイッターのフォロワーが増えたんですよね実際恋愛節のこのアカウントのフォロワーが増えてでなんかねその変化も含めなんか自分なんかは自分なんかで得るものいっぱいあったなみたいなねなんかとっても良かったんですよねすごく良かったですね まあかといってこの番組を手抜きするわけではないんでこの番組はもっともっと力入れて頑張っていきます。<laughs> なのでラブメールくださいね。お願いしますよ。<laughs> でえー、っとまあそれのラブメールを集計して実際勝敗を決めてでどちらかが3連敗した場合は罰ゲームで我々が自腹でプレゼントを準備します。はい、でプレゼントが欲しいというリスナーがいれば恋愛節のツイッターよりお題を前もって発表します。 でお題について回答をリスナーさん自身が考えて回答をメールしてもらえれば我々の方で素晴らしいと思う一通を厳選します、うん、実際ちょっとどんな感じでくるか見えないんですけど、うん、でもまあちょっと形的には一緒に勝負するみたいな感じで、うん、そうそう,そう,そう本当にまあ読んでて単純にあ素晴らしいなっていうのをなんか厳選していこうかなって今考えてます、はい、で、えー、まあそれに、まあ、我々に勝つのは多分はできるんでですね <laughs> だからそこらん心配せず一応メール送ってもらって <laughs>、うん、見事勝利すればまあプレゼントの方をプレゼントっていうかまあちょっと番組特製グッズをえっと発送するっていうまあプレゼントするっていう感じにしましょうね、うん、はい、はい、じゃあえっと今週のお題に早速入っていきたいと思うんですけどはい今週のお題がえっと前回のお題が何でしたっけ前回が サプライズはああそうですね彼女の誕生日のサプライズ街頭インタビューとかどうのこうのって言っですよね誰かさんが誰だったか忘れてるよねモニターがとかえっとでじゃあ今週のお題なんですけど遅刻ですねで早速シチュエーション読んでいきますカップルとして大きな危機を乗り越えた後僕は今まで以上に彼女を大切にするようになりました 週末彼女が行ってみたい居酒屋があるから行こうの誘いがあったので、うん、僕もその日を楽しみにしていました、うん、僕は彼女に早めに居酒屋に着いて待ってるねっと伝えたら彼女はとても喜んでくれました当日いつものように仕事を終わらして帰ろうとした僕にお得意先から一本の連絡が入りました内容が先週提出したプレゼンの資料の内容を変更して今日中に仕上げてほしいという要望だった 僕はお得意先だったため断ることができず急いで資料を作り直し始めました彼女にメールで仕事で少し遅れるとだけ伝えました。はい、急いで仕事を終わらせ 時計を見ると約束の時間よりかも1時間過ぎていることに気づいて急いでい、うん、居酒屋に向かいましたちょっと神々な文章が長いけ、はい、今回長いね長い <laughs> ちょっと入れるとこあのを込み込みで書いてんだよね <laughs>、はい。居酒屋の前でタクシーを降りると彼女は居酒屋の入り口で僕を来るのを待っていました、はい、僕は慌ててそこでずっと待っていたのと聞くと彼女は笑顔でうん待つのは好きだから全然平気だよ ではあなたはそんな優しい彼女の言葉にどのように謝りますか土下座しながら謝罪してください。はい、まあ土下座はあのねちょっとね笑いようとは狙ったところであって別になんかそういう感じではないんでしょちゃんと自分のは土下座しながら喋ってる感じで作ってきましたあもうそっちはもうお任せしますよもう土下座した感じでも何でもねシチュエーションにちゃんと沿ってやってますでもななんんかこんなね昭和 女性みたいに、はいうん、なんか待ち合わせの時間に遅刻してきた<あ>。 まあ彼氏を外で待っているって、うん、今のご時世の女性はそんなにちょっと石坂さんの目の前にして <laughs> そういうことを言うと失礼なんですけどもし待っていても多分敏感ですよねですよね怒ら,怒られますよねその間に犬のうんこ拾ってから来た瞬間に彼氏に投げようみたいなんで <laughs> 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 拾う方が嫌だろう <laughs> <laughs> 俺がやりそうなことをちょっと今言ってみただけなんだけどね <laughs> 怒ったらうんこ投げるの な <laughs> <laughs> なんんかかやりたいさで、えっと、ちょっと今回の感じなんですけど、はい、今回の感じは、うん、えっと逆に、はい、えっと彼氏からなんで「はい、そこでずっと待っててくれてたの?」に対して、うん、次石坂さんの方に「うん待つのが好きだから全然平気だよ」って答えてもらった後に、はい、<laughs> あのに、ー、自分で考えたセリフを読んでもらうっていう感じにしました。あ たちもそこでずっっっと待ててていくれたのうのを言ってからそうそうじゃないと石坂さん発信で「うん待つのが好きだから絶対好きでおかしいよなおかしいだちょっとニュアンス的におかしいよね」っていうの何の話してるもこいつ」ってね思いそうなので今回はちょっと我々の方から発信して石坂さんにも協力してもらってそのあ考えたセリフそれぞれの読んでもらう。 はい、っていちょっと今日気持ち込めて読みたいんだけど、はい、やっぱり喋りながらだと、はい、あれだよね前準備ができないよね。はい <laughs> ああなんか今日も棒読みになるんだろうな前提なんですけどでも今日は <laughs> めっちゃ喋ってるけどねああ <laughs> だからあの考える時間がないんだよ <laughs> <laughs> だからなんかどんな感じで読もうかなっていうイメージがねああ今ちょっとキャラ作りに入ってるそうそう <laughs> ずっと喋りっぱなしだね一応ねだからなんかあ,あれなんだよね生まれてからずっと喋ってるずっと喋ってるかいいらあれだよねお母さんと二人っきりになった時だけ無言ちょっと変なあだなみたいなさすがに母ちゃんの 前では恋愛話はできないからだ,ないだからばあちゃんの前でやるさいな <laughs> <laughs> とちょっとまたあの脱線したんですけどまたコアラちゃんに茶番が始まったって言われて、ね、<laughs> <laughs> 言われるよね毎回毎回ねじゃあちょっと元に戻して、はい、えっと早速今回のコーナーを進めていきたいと思います、はい、で石坂さんすいませんじゃあ自分、まあ、店長の方から先に行くので、はい、それに合わせてちょっとお願いしてもいいですかはいじゃあ行きます そこでずっとまあすいませんちょっと待ってくだて <laughs> ここで噛むなよってよ、ね、大丈夫ですか本文に入ってない <laughs> <laughs> 本文に入ってない前に噛むなよってな <laughs> おいおいっていう <laughs> あすいませんじゃあわけきましたね <laughs> はいそこでずっと待っててくれてたのうん待つのが好きだから全然平気だよ待たせて本当にごめんなさい遅れた理由をすべてい あ遅れた理由を言うとすべて言い訳になるけど一つだけ言い訳するなら石坂さんよりも仕事を優先にした僕の短所を好きになってほしいこれから先もいっぱい不安や寂しい思いをさせるかもしれないけどそんな嫌な部分も含めて好きになってくれないかな石坂さんにとって一生を添い遂げる相手にふさわしい男になるよ。 ですちょっと最初っんかねちょっとまいろいろあれなんですけど今日<ー>一応活前提なんで、うんあのー、曲紹介でちょっと補足も考えてるんですけど、はい、一つ補足を語るんだったら、うん、まあ一生添い遂げる相手にふさわしい男になるよ、うん、なんでこれの、まあ、セリフを持ってきたのは、はい、まあこんなやって遅刻したのに外で待っててくれてる女性、はい うんをもう直でその光景を見てあ素晴らしい女性だなうんもう自分は多分これ以上の女性と出会うことはもう二度とないだろうそこは一緒だねっていう意味を込めて <laughs>、うんうん、まあそんだけいい女性っていうのをこの場面で知ったからこそ一生を添い遂げる相手にふさわしい男に自分はなっていくよって今回遅刻したけど、はい、それを。 なんていうかな補っていけるぐらいこれから先は素晴らしい男になっていくよっていうので、はい、今回染みくくってるんですね。うん、まあこれぐらいかな。<laughs> あのあの勝った後のあの今回なんかあんまり補足喋らないねー。勝った後の あとの曲にちゃんと曲も今回のこのシチュエーションに合わせてと自分のセリフに合わせて曲選びもしたんですよこれドケザしながら言ってるセリフでいやいや,いや俺はちょっと <laughs> あの面と向かって喋ってるセリフや自分のドケザしながら喋ってるやつ、ね、<laughs> あ,あそっちのはね <laughs> 一緒りしないでよ俺結構真剣に考えてきたからねはいじゃあ、はい、続いてはじゃあ先生の方からはい、いいですかねこれ両方見ないといけないねそうですよ、うん、はい 大丈夫ですか。いじゃあ、先生発信で。石坂さんの方に。お願いしましょうね。はい。はい、じゃあ、お願いします。そこでずっと待っていってくれたの。<laughs> うん。待つのが好きだから、全然平気だよ。石坂さん、結婚してください。何時に来るかわからないのに、待っててくれて。遅れてきた僕に、笑顔で答えてくれる。こんなにいい女は他にいません。結婚してください。です。<laughs> ももうちょっとでもあれだよない声が小さかったら<う>もっとあのマイクが割れるぐらいで言おうかなと思ったら、ね、<laughs> 今日ぶっ込むよって最初から聞いてたから <laughs>、まあ、このぶっ込む感じをどういう感じで仕上げるかなって最近店長ばっかりぶっ込んでるからたまにはやらかしてみようかなと思った一応 <laughs> 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 これになったのは、まあ、補足っていうか、まあ、この流れになったのはあれなんですよだからこの。 なんていう最初もう,もう多分居酒屋に2人でまあ入るさね、うん、入った後に、うん、多分ずっともう男が謝ってるような絵しか思い浮かばなくてからそ,それ以上の絵がなんかあんま思い浮かばなくて、うん、セリフが思い浮かばなかったから、うん、でもここまであの何時に来るかわからないのに彼女はもうずっと店のあお店の前で待っててくれて、うん、で遅れてきても優しくこうやって行ってくれるっていう。 これぐらいの女の女人はさっっき店長も最初に言ったけどうん、うんね、多分今のこのご時世ほぼいないはずなんで、うんなまあ、ほぼだね,いいねこの人を逃すわけにはいかないと、うんはい、そうですよね。<laughs> でもうその場で結婚を土下座しながら誓うっていうね<笑><笑>これがプロポーズかって感じではあるけど、まま、な,いでもなあんまりプロポーズ改めてするかもしれないけどね似合わせはちょっと一緒なんだよねやっぱりねこいいまあそれぐらいじゃないとこの行為に対しての、うん

うん、うん、あの評価していただきたいんですけど、<laughs> 大丈夫ですかね。<laughs> <laughs> すいませんね、なんかちょっとあの片方はどっちもなんか。笑いにね、おおねらを。毎回こちゃこちゃして<ー>、<laughs> そのなんか感じがね、定着してるんだけどね、ダメなんだけどね。<laughs> はい、じゃあ、ドラムコールお願いしていいですか。ああすか先生。大丈夫です。はい、じゃあ、鳴らします。はい、お願いします。 店長でも俺これで負けたら今日で恋愛ー最終回しますって言おうと思ってたんで絶対負けない俺逆にこれで勝ったらどうしようかなでなんかあのあれですか石坂さんちゃんまあ今回先生はふざけてるんですけどふざけてるふざけてるっていうかちょっとねトリッキーなのなんだろう 男の,この謝罪的なものっていうのは何、はいうん、ていうんですかねちょっとまあ2人ともそのニュアンスを捉えてるのかどうかっていうのをどんな感じに逆に遅れてきた時にそう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 、うん、謝ってほしいかなっていう目線で見るとうちらの今回の内容ってどうだったのかなっていうのをちょっと聞きたくてですねどんなですか先生ののこ 結婚に行く潔さも、あ、いいなとは思ったんですけど。はい、はい、はい、まあ、でも居酒屋だし。あ、居酒屋の前ですよ。道路ですよ。もっと恥ずかしい。多分犬も猫も見てるよ。道路上で、土下座しながら結婚してくださいって言って。なんだこいつみたいなの。今回、あの、先生も。この。言い訳をだらだらは言わない。 言わなかったじい訳だらだら言われたらちょっとなんかあーってなっちゃうので<ー>そこはもう本当にただ,ただただ謝るだけでいいんじゃないかなと思いました。うんうんあじゃあそう,そ,う、ね、そういう意味ではどっちもん、はい、まあそんなにこの言い訳っていうかそんなにしてない感じですか俺もちょっとあえて言い訳はあんまりだからまあ、うん、一つだけ言い訳するのなら、うん、まあ石坂さんよりかも仕事を優先にした自分を受け入れてくださいっていう意味でね、うん、それを。 ちょっと一つだけ取り上げたんだけどまああんまねだらだらとね変な言い訳するよりかはね途中で「あの自信に捕まってよ」とかっていうそういう話はダメさねだらだら言い訳して怒られたことあるからそういうのはダメさだから俺もちょっとシンプルに伝えたい部分だけをで予定してたようにコーナーの方が盛り上がったんでちょっと今のシチュエーションと自分が答えた内容をイメージしながら自分 のの曲紹介を聞いて欲しいてしんですけど今回の選挙もうこの番組はバックナンバーを応援する番組なので、うん <laughs> はい、バックナンバーチョイスでもちろん来てます <laughs>、はいはい、じゃあちょっと今、あのー、読みましょうね「はい、笑うのも嬉しそうなのもありがとうって楽しそうなのも全部君がいい」「バックナンバーでヒロイン」 ヒロイン本当に聞いてほしかったんですけどもうちょっと時間ないんで多分 BGM で流れてると思うんでそうですね BGM でちょっと楽しんでもらえますかね。でちょっとんかやっぱ曲紹介の時に抜粋したのがやっぱりこんだけいい女性っていうのを改めて再認識した上でヒロインの歌詞から拾ってきたのが笑うのも嬉しそうなのもありがとうって楽しそうなのも そういうのを全て今の彼女にやってほしいっていう意味で、うんうん、今回「バックナンバーのヒロインをあえてチョイスしたんですね。うんまあ、いろんな思いがあったから、はい、ちゃんと流そうぜって思ったんだけど <laughs> しゃゃべりすぎちゃった <laughs> 番組の時々のね <laughs> 30分とか限られた枠内でねさすがに、ね、<laughs> そこはちょっとなって思ってまあでもあのー、このね、うん、今回の週の、うん「はい えと実際の放送を聞いて。 YouTube でも「バックナンバーヒロイン」ってやったらちゃんと流れるんで改めてヒロインの良さをまた聞き直してほしいなっていう皆さんには、ね、これ番組が終わったらねそうそうそう,そうちゃんとねちゃんと聞けよっていうな <laughs> 俺の話はいいけど「バックナンバーのヒロインはちゃんと聞けよっていうね <laughs> 喋りすぎたらお前だろうって言われる <laughs> <だ>、ね、<laughs> いや楽しいもんねブースの中ね <laughs> ちょっとテンション上がっちゃったねじゃあえー、っとまあもう、えー、そろそろ時間も迫ってきたんでうれしいのおで話 発表しますで来週のお題は、はい、彼女が落ち込んだ時に慰めのセリフ、うん、で今ちょっとシチュエーションうまーく頭の中でできてないんですけど<ー>ちょっと仕事で失敗とかじゃなくて、うん、もうちょっとなんか、あのー、彼氏のことについて何かをやろうとして。うん それを実際なんか披露しようとした時に失敗してしまって、うん、あカップル間での失敗そう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 ってことで<ー>それについて彼女はこんだけの思いを持って今までやってきたのに、うん、なんかそれを失敗してしまってうまく表現できんかったからちょっと落ち込んでるっていうで,で,でもその彼女のこの今までの思いを踏み取りながらどういった慰めのセリフをかけますかっていう感じにしようかなただちょっとシチュエーションはまだなんかどんな感じですか 全然しよっかなっていうのは、なんとなくしか思い浮かんでなくて。<ー>どうしようか、来週もぼっ僕もうかな。<laughs> また。<laughs> で、来週。これはでもちゃんと作らないといけない。そう、なんかね。これは意外になんか、二度と出くわしそうなシチュエーションじゃない。はい。っていうのもあって。はい、で、本当は、なんか、あのー。三つにまたぐシチュエーション、ここで持ってこようかなと思ったんだけど。はい、スペシャルが来週、うん、再来週にあるんで。はい、そこら辺も含め。 ってちょっと持ってこれないと思って13秒12秒になってる <laughs> びっくりだなじゃあえっとタマキパヤティに来週も来てくれるかないいと思うはい以上でーすありがとうございますありがとうございます。<laughs>